皆さんこんにちは。今日は2024年5月21日放送の忘却バッテリー第7話面白いやつらのネットの皆さんの反応をまとめました。この動画が良いと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは早速どんな意見があったのか見ていきましょう。主題歌に誘われて見始めたけど完全にハマってる。第7話イップスマウント、最高すぎた。素人の純粋な感性が状況を打破することって確かにあるよね。よくできたアニメ漫画などに触れて好きなものが増えると嬉しくなる。体感24分の密度じゃねえ、驚愕。イックス克服練習会、ガチガチの組織の中だと周りとの協調性の中で問題解決に時間がかけられないというのは企業でもあるよね。新しい環境で時間を費やせるようになって良い方向に進むのはいい。面白かったです。最後泣かせに来た。今日も7話見て泣いてる。最高の回をありがとうございます。連番も予約した。最高のアニメ化をありがとうございます。7話やばい、最高すぎる。めちゃくちゃ泣いたわ。7話めっちゃいい話すぎる。東堂葵様だこの野郎。ラストのバス戦で背中越しで会話するシーン泣いた。からのレナウタのイントロでさらに泣いた。忘却バッテリー自体あんまり期待してなかったからダークホースすぎる。ここからさらに盛り上がるらしいし期待しかない。すっごいよかった。イップスマウントかよ。から明るくて泣けたし、山ちゃんの声かけが明るい励ましで泣けたし、みんなで練習してて小手差しの先輩のんびりしてるのも良い。あと渡すだけだってなったのも泣けたし、最後の中学の時の先輩でとどめだった。泣いた。何回読み直しても面白い。アニメも面白い。7話は神だった。演出込みでめちゃくちゃ良かった。面白くなってきたぞ。東堂葵様の過去回からイップス克服のためにあれやこれや付き合ってくれる周りのみんなが本当に優しくて良すぎた。7話のラストは普通に涙出た。これギャグアニメじゃないやん。かつての先輩がめっちゃ優しくて東堂くんが泣くとこ感動した。最後の大盤で普通に投げれたのかな。完全に治ったわけではないと思うけど徐々に改善していけたら嬉しいな。次回のいかにもインドアなキャラの登場楽しみだわ。オープニング少しシーン変わった。追加された。よかった。葵ちゃん7話見て泣いた。このアニメ派遣です。見た。分かってたけど最高。葵ちゃんよかったねと心から言える回でおばさん泣いちゃう。人のイップスに対しての向き合い方は人柄出るね。かなめくんは想像通り。清峰くんの裏表のない言葉と山の優しさ、千早くんの煽りつつもなんだかんだ付き合ってくれる感じ。最後のバス戦のシーン、技術的なアニメーションはもちろんなんやけど、二人のセリフも間も雰囲気もバットとボールの音もたわんだネットも現場が本気で熱量をかけて作るアニメはちゃんと重たく分厚く感じる。ってたまには偉そうに失礼しました。今までギャグ展開多かったのに前回から急に重い話になってうろたえてたんだけど、おバカだけどあったかい仲間たちに救われる話でよかった。スポーツ漫画のありがち展開見たく、あっさりイップス克服できたりしないのも良い。まずは再び野球できるようになれただけでも十分だよ。東堂葵様回めっちゃよかった。アニメ化すごい良くない？動きも声も音楽も全部いいな。この先も楽しみ。6話の東堂過去回想からつなげての7話よかった。良いアニメ化だな。山ちゃんが僕に受けさせてくれないかなっていうシーンやっぱ好き。言い回しにも気遣いを感じる。あと先輩とバス戦で隣同士になるとこ、原作者監修アニオリ部分も良かった。イップスマウント、7話見たんだけど先輩いい人すぎる。最初から良かったけどこれ今期一番いいかも。イップスアカナメ、素人優の発想やおバカなノリも他人の努力否定するの禁止、かっけ。清峰は才能の塊ゆえに厳しい物言いも、ショートは東堂だろ、寄せる信頼は本物。恩人山ちゃんや高須先輩をはじめ大人の指導ではなく仲間の温かみが彼を救ったいい話。曇りやったけど雨降らなかったなと思ったら最後面白いやつらに会えてよかったね。神回、特にバス戦のシーンが印象深い。劇版なしの緊張感、後ろのベンチから2人を見守ってるようなカットで高まる没入感。無視すんな先輩やぞ、すんません飛行機雲、はあ
素晴らしすぎた100億点。東堂の過去の苦しい経験を自分で超えていこうとする様はぐっと来るし、合戦でのやりとりは泣ける。少しずつ自分を許していけたらよいな。そして陽のおふざけは笑える。というかほぼ間も。忘却バッテリーアニメ7話を見返して泣き、7話見終わった後に1話からまた見返し始めました。うわーはー東堂、もうこれに尽きる。ラストの先輩泣けるわ。噛み返すぎ。最後のシーン、誰だって泣いてしまうだろう。野球以外にもスポーツをやってたら、多くの人がより感情移入できる素晴らしい回だった。東堂くんの涙かっこよかった。一生続くかもわからないイップスの厳しさを理解していても、信じて新しい発想や視点からどこまでも付き合ってくれる仲間の温かさ、みんなの発想の豊かさや工夫に圧倒された。東堂くんはこれからも前に進めるから大丈夫だよ。泣いた。このお話好きなんだよ。7話まで見て、やっとカナメケイの声優がマモちゃんだと知る。やたらうまい声優だな、と。足し算って表現美しすぎです。普通に泣きました。みんな見てください。複数回見て毎回泣いてる。全員の演技良くて刺さる。泣きすぎてしんどい。良すぎるのでこの制作陣で続きもアニメやってほしい。話良かったな。最後シニア時代の先輩と再会して、ずっと踏ん張って我慢してたのかな。東堂くんの涙が溢れたシーンでダメだった。泣くかもなってシーンでやっぱり号泣してしまった。丁寧に原作を補完してくれる素晴らしいアニメ化に感謝。ギャグ要素と真面目なところのバランスが絶妙ですな。完全にハマってしまいました。2週続けて東堂葵に泣かされた。ギャグとシリアスの緩急がすごいのよ。しれっと重い話を展開しつつ、ちょくちょくギャグも挟みながら話自体は綺麗にまとめる。このアニメ思ってたのと違う方向でちゃんと面白いぞ。7話マジなんなの。涙止まらないんだけど。最後泣きました。泣いちゃいました。二人の間に描かれ続けるネットは X 国服の兆しが見えてもなお、東堂の中で消えない先輩への罪悪感、これは作中で一切取っ払われてないと思う。でもだからこそ、どれだけ言葉かけられても彼の優しさに甘えないこと、法や線と真逆の対応、でけじめつけ、今後の関係につながる締めが丁寧。7話良すぎんか。特にラストの抜線のシーン、あんなの泣いてしまう。 BGM ないのとか、セリフの間の感じとか、カメラワークとか、すべてに心揺さぶられた。アニメ忘却バッテリー7話神オブ神。以上、忘却バッテリー第7話、面白いやつらのネットの皆さんの反応でした。東堂トラウマ回の続きですね。何気に K がすごく良いやつ&まといたことを言いますよね。まあイップスマウントは笑っちゃいましたが、で結局のところ、はるかが言った努力が足りないの煽りに負けて、ひたすら練習を始める東堂。みんなで力になろうとするところが、普通の野球部があるところじゃ難しいでしょうから、東堂も小手差しに来て正解でしたよね。千早がフォームを取っていたのも良いですよね。フォームが崩れてってのはよく言われてることだし、長くこじらせたイップス克服に説得力を持たせてると思います。でも今日の MVP は山田くんでしたね。山ちゃんの存在がチームにものすごく大きな影響を与えてるのがよくわかるシーンでした。ラストのたまたま抜線で居合わせた中学時代の先輩とのやりとりが染みました。これは泣いちゃいますよ。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では今日はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。